瀬戸、ギリは、海上自衛隊の護衛艦。朝霧型護衛艦の6番艦。艦名は、瀬戸に立つ霧すなわち、瀬戸義理に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。瀬戸、ギリは、 中期業務見積もりに基づく昭和60年度計画3500トン型護衛艦2227号艦として、住友重機械追浜造船所浦賀工場で1987年3月9日に寄港され、1988年9月12日に浸水、1990年2月14日に収益し、第1護衛隊群第48護衛隊に編入され、 横須賀に配備された。1991年6月27日から9月7日の、相場護衛艦、クラマ、朝風及び、P、P-3C5 機とともに、米国派遣訓練に参加。1995年3月10日、東海から関東地方海域にかけて実施されたオーストラリア、海軍ミサイル駆逐艦、ホバート等からなる。 合艦隊との親善訓練に護衛艦、朝風、潜水艦一隻、P-3C 対戦紹介機一機と共に参加する。1996年、艦隊平洋合同演習に参加。1997年3月24日、第48護衛隊が第4護衛隊軍に編入され、定型校が大港へ転籍。また、台番号の改正により、 第48護衛隊が、第8護衛隊に改称1998年3月20日、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入。同年10月13日、韓国不山で実施された韓国建国50周年、記念国際観艦式に護衛艦、春名明、光と共に参加した。同年10月4日、護衛艦、セト。 ギリとともに、オタル港に寄港したオーストラリア海軍フリゲート、キャンベラ、ダーウィンのホストシップとして派遣される。同年11月25日からは、護衛艦、初雪とともに、フランス海軍、フリゲート、プレリアル、バンデミエールと交換した。2002年6月8日、テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、浜名とともに、インド洋に派遣。 同年7月まで任務に従事し、8月20日に帰国した。2003年5月16日から、護衛艦、クラマ、島風と共に、米国派遣訓練に参加。本艦のみ途中分離し7月17日から20日まで、ベートガンのニューポートで行われた、ニューポートクロ船祭りに参加し、9月10日に帰国した。 2008年3月26日、護衛隊改編により、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入された。2008年、艦隊兵を合同演習に参加。2010年8月23日、海賊対処法に基づき、第6次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて出港する。 両艦の護衛艦、牧並とは途中で合流し、同年9月20日から12月22日までの間、計28回の戦団護衛を実施し、2011年1月21日に大港に寄港した。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。 2011年8月1日、編成外により、第7護衛隊に編入、定傾向は変わらず。2013年7月26日、第16次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、有明と共に、ソマリア沖へ向けて出港した。同年12月まで任務に従事し、2014年1月17日に、大港に寄港した。 2016年3月19日から4月27日までの間、護衛艦、有明、練習潜水艦、親潮と共に、概要練習公開に参加。4月12日には、有明とともに、海上自衛隊の艦船として、初めて、ベトナム中南部にある洋商岡村湾に寄港している。2017年8月26日午後10時50分頃、 本館に搭載されていた SH-60J 紹介ヘリコプターが夜間訓練中に通信が途絶えた。乗員4人のうち男性乗員1人は事故発生後に救助されたが、機長を含む残り3人は行方不明となった。捜索の結果、水深2600メートルの海底で上下逆さまとなった機体が発見され、10月27日に機体を 要州市内部を確認した結果、2名の行方不明者を発見したが、残る1名の発見には至らず捜索を終了した。2017年12月3日、第29次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、大港から出港し、翌2018年4月まで任務に従事。その帰国途上の5月13日、 14日には、インド海軍駆逐艦、ランジットと共同訓練を実施し、6月3日に、大港に寄港した。2019年2月27日、護衛艦、白らぬい襲撃による編成替えにより、護衛艦隊直轄第14護衛隊に編入。低傾向が舞鶴となり、同地に転籍。2021年1月31日、第38次派遣海賊対処。 行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、マイズル基地から出港した。3月中旬に現地に到着し、37時隊の有明から任務を引き継いだ。5月1日には、アデン湾において、フランス海軍航空母艦、シャルル・ド・ゴール、駆逐艦、シュバリエ・ポール、アメリカ海軍駆逐艦、マハンと、海賊対処共同訓練を実施した。 7月11日から12日には、アデン湾において P-3C 小戒機とともに、A 空母打撃軍との間で、海賊対処共同訓練を実施した。2021年8月16日朝、舞鶴基地に帰港し、翌17日に帰国行事が行われた。任務中は4隻の国内外船舶を護衛した。同年11月23日14時頃、 海上自衛隊は、西表島の南約 170km の海域において、同海域を北東進する、ロシア海軍機路改め級潜水艦2隻、ステレグシチー2級、フリゲート1隻、ドゥブナ級補給艦1隻及びイングル救急ナウエイ、船1隻の合計5隻を確認した。これらの艦艇が、沖縄本島と宮古島との間の海域を、北上した後、 11月27日に、津島海峡を北東進し、日本海へ向けて航行したことを確認するまでの間、海上自衛隊、第4航空軍所属 P-1、第5航空軍所属 P-3C、第12護衛隊所属、阿武熊、第14護衛隊所属、仙台、第46総海隊所属、黒島並びに、 第三ミサイル停隊所属、大鷹などとともに、所要の情報収集、警戒監視を行った。ありがとうございます。